慶光天皇、慶光天皇、慶光天皇、水人天皇十七年、慶光天皇六十年十一月七日は、日本の第十二代天皇在位、慶光天皇元年七月十一日同六十年十一月七日、危機における伝説上の人物で、日本穂高、山和武の御事の父。水人天皇の第三王子、母は、ひ橋姫命、 日ばス姫の御子。と。水人天皇三十七年一月一日に二十一歳で立大使。父三角が崩御した翌年に即位。即位二年三月三日に、張里島、日大いらつを皇后とした。皇后との間には、大臼王子、大臼の孫らを得ている。即位四年、美濃国に行幸。安坂入り姫命を人して地、足彦村、西武天皇。 500条入り引込みこらを得た。即位12年、九州に申請して熊祖、土雲を制罰即位27年、熊祖が再犯すると大須野村を使わして、川上武を打たせた。即位40年、大須野村改め日本穂高に、江戸政党を命じて東国に派遣。3年後、日本穂高が帰国中に、伊勢国のボノで逝去即位51年、 8月4日日、足引込こと王立大使。即位52年、5月4日の張本島、日大いら詰めの放魚に伴い7月7日に、安坂入利姫命を立候。即位53年から54年にかけて、日本穂高の実績を確認するため東国巡行。即位58年、大見国に行幸したか穴保宮に滞在すること3年。即位60年、同地で放魚。 寒風守護である、慶光天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、大江の見船によって先進された。日本書紀によれば、七御門が崩御した、翌年の七月に即位。即位二年に、張茂島、日大いら詰めを立候。子には、大臼王子や大須の村がいた。即位四年、美濃国に行行。美人と名高い乙姫を火にしようと英偶。 くくりの宮に滞在した。しかし拒絶されたため、姉の八か入姫命を日とした。同じ頃、美の国像の姉妹が美人であると聞いて日にしたいと思った。そこで、大臼王子を派遣したが、大臼王子は、姉妹の美しさのあまり使命を忘れて密通し、役目を果たさなかった。天皇はこれを恨んだという。古事記には、さらにこの続きが記載されている。天皇は帰ってこない。 大臼王子を呼び戻すため、大ノソンを使わしてよく教え悟すよう命じた。しかし数日しても何も変わりがないため大ノソンに、聞くとすでに教え悟したという。どのように悟したのか聞くと川屋に入るのを待ち伏せして、うちの飯、手足を引きちぎって投げ捨てたという。教え悟すという言葉を、思い知らせる、つまり処刑だと勘違いしたのである。大臼の尊、後の山と竹る命。 ヤマトタケルは、恐れられ、疎まれ、危険な遠征任務に送り出されるようになった。なおこれはあくまで、古事記での話であり、日本書紀では、大津王子の残殺はない。ヤマトタケルの命、ヤマトタケルと天皇の中も口実するよう良好である。即位十二年、熊村が背いたので征罰すべく8月に天皇自ら、最下、9月、ス王国のシャ サバ、山口県豊富市に着くとカムナツソヒメという女衆が投校してきた。カムナツソヒメは、花たり、耳たり、アサハギ、土よりいりという属に抵抗の意志があるので聖罰するよう上奏した。そこでまずアサハギに赤い服や、ふんどし、様々な珍しいものを与え、他の三人も呼び寄せたところをまとめて中殺した。同月、畜死。 九州に入り部全国の名が京県に暗リミアを設けた。そこでここを、京都軍、福岡県行橋市と呼ぶ。10月、文後国の大木田、大北、大分県大分市に進むと、即つび目という女衆が現れた。即つび目によると天皇に従う意志がない土雲がいて、青、白、出さる、張ったという。そこで新軍をやめて、北見優に泊まり、 軍神と土雲を撃つ計画を立てた。まず特に有猛な兵士を選んで、椿の木槌を与え、石室の青と白を稲葉の川上に置い立てて、俗軍を壊滅させた。椿の土を作ったところを椿地といい、地が大量に流れたところを地殿という。続いてだ猿を打とうとしたところ、ネギ山で散々にいかけられてしまった。一旦退却して、川のほとりで占いをし、 兵を整えると、再び新軍発田を、ネギノで破った。これを見たサ猿は勝つ見込みがないと思い降伏したが、天皇は許さず中殺した。11月、熊祖国に入りグ宮、カリミアを設けた。これを、高屋グルという宮崎県西都しか。12月、熊祖武ケルを撃つ計画を立てた。熊祖武ケルは兄弟で戦えば、ただでは済まないことが分かっていた。 そこで熊祖竹の娘であるシカラジカ分、一深谷とシジカ分、一カ谷の姉妹に贈り物をして日にし、熊祖の拠点を聞き出した上で奇襲することになった。姉妹は策にはまり、姉のシカラジカ分は特に寵愛された。ある時シカラジカ分は兵を一二人連れて、熊祖竹のところに戻った。そして父に酒を飲ませて泥酔させ、兵に殺させた。 そこまでは考えていなかった天皇は死から自家分の親不幸を咎めて中殺し、妹は被告像に送り飛ばしてしまった。翌年夏に熊祖平定は完了し、その地の美人のお刀姫を人して、豊国分けの王子を得た。日向国像の祖である。高谷宮に泊まること六年経った即位十七年、小湯県の煮物ので朝日を見てこの国を日向と名付けた。 そして野原の岩の上に立ち、と大思って思え国歌、国しびの歌を詠んだ。即位十八年、三月に、都へ向け出発。雛森、宮崎県小林市で初見君の泉姫の艦隊を受けた。熊県、熊本県熊郡に進み、主長である有心美子兄弟の兄を従わせ、弟を中殺した。足北、道足北郡、過国、熊本県、高木県、 長崎県伊佐林を経て多摩署名遊熊本県玉名市で座宝という土雲を中殺。さらに、阿蘇国、熊本県阿蘇郡、沖、福岡県大牟田市、まという、行くの村、福岡県浮羽郡へと至った。道中では、地名由来説話が多く残されている。即位19年、9月に官了。なお、古事記に、九州巡行は、一切記されていない。 即位27年8月、熊祖が再犯。10月に大須野村に命じて、熊祖を正当させる。大須野村は、主張の河上武を暴殺して、日本穂高の名を得る。翌年に復命。即位40年8月、大須王子に、東国の絵蔵を平定するよう命じる。先立即位25年7月から27年2月、竹内すくねに、北陸。 東方諸国を視察させて豊かな土地があることが分かったからであった。しかし、大臼王子は危険な任務を拒否し美の国に封じられた。結局、日本穂高が統制に向かうこととなり、途中の伊勢神宮で、おばの山和姫のみことから草薙県を授かった。道の区国に入り、戦わずして、江戸を平定。北上国から2張り、茨城県真壁郡、甲斐の国坂折郡。 信濃国を経て、終張国に戻り、宮津の小姫、宮津姫と結婚。その後、おみ国に出向くが、肝吹山の工人に立た,たられて、新体部長になる。日本穂高はそのまま伊勢国に入るが、のぼの、のぼの、三重県亀山市で山や津くなり放御、白鳥城に葬られた。出発から三年後のことである。天皇は、日本穂高の死を深く嘆き悲しんだ。 即位五十三年、日本穂高を追慕して、東国巡行に出る。まず伊勢に入り、東海をめぐって10月に、和佐国に到着、12月に、東国から戻って、伊勢に滞在、翌年9月に、巻向宮に帰った。そのさらに翌年の即位五十五年、おじである、豊木命のこのヒ京島王を、東三道十五国の都督とした。しかし、認知に向かう途上。 カスガの穴食い村で亡くなってしまった。そこで翌年に改めて彦京島王のこの後、諸別王を派遣した。即位十8年に、大御国に行行。滋賀を穴保ぐに滞在すること3年。即位60年11月、宝御。古事記によれば、記録に残っている御子が21人、残らなかった御子が59人、合計80人の御子がいたことになっている。 日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。宮、皇居の名称は、日本書紀では、巻向日白宮、巻向の日白宮。伝承地は、現在の奈良県桜井市穴市。また晩年の慶光天皇58年には、大見国に行行して、 滋賀港穴アナホグ、滋賀の高穴穂宮、アナホ現在の滋賀県を移し、あの丘に滞在したと見える。三ササは、宮内町により、奈良県天理市渋谷町にある、山辺道場寮、山辺道場寮、山野部の道の絵の三ササに地上されている。宮内町上の形式は、前方公園。遺跡名は、渋谷高山古墳で、墳九長300メートルの前方公園墳である。 古事記には、御陵は、山辺の道上にありとある。また皇居では、高齢殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。資料は、突起のない限り、日本書紀による。父御門の水任天皇は五十慶の命と、大田らし彦孫、後の慶光天皇の兄弟に欲しいものを言うよう、尋ねた。 兄の五十刑事記命は弓矢を求めた。弟の大たらし彦孫は、なんと行為を求めた。その通りに兄は弓矢を与えられ、弟は大使に建てられた。文後国の土雲に苦戦していた時のことである。長さ六尺、幅三尺、厚さ一尺五寸の石を見かけたので、これで制約、受けをすることにした。志我が神、直入者べがみ。 直入中富の神の御神に祈り、土蜘蛛を打ち果たせるのであれば、この石は、柏の葉のように飛ぶだろうと蹴飛ばした。果たして石は、空高く舞い上がり、土蛛を無事生伐することができた。この石を踏み石という、筑紫遵守の時のことである。足北、熊本県水俣市の小島に渡って、食事をすることになり、小左、 おひだりというものに冷たい水を持ってくるよう命じた。しかし島に水はない。せっぱ詰まった小ひだりが天神地味に,に祈ると崖から感染、清水が湧き出してきた。そこでこの島を水島という。半月ほど経って足北から船出し、日が暮れたところで岸がどこにあるかわからなくなった。遠くに火が見えたので、それを目印に船を進めることにした。無事に岸につき、そこが、 八代県の豊村だと分かった。しかし火については何も分からなかった。知らぬい。人が起こした火ではないのだろうということで、その国を過国と名付けた。筑紫順守の時のことである。筑紫五国にいたり、高田安宮、高田方の仮の宮に泊まっていたところを巨大な倒木を見かけた。長さは九百七十畳、ロメートルもある。 これは何かと尋ねると老人が答えた。この木は、くぬぎであり、倒れていない頃は、朝日の影が、西の木島山を隠し、夕日の影が、東の阿蘇山を隠したという、とても神聖な木であろうということで、この土地を置き、福岡県大牟田市と名付けた。畜生遵守の時のことである。八女県、福岡県八女市で、山々が重なっている様子が麗しいと褒めたたえ、 もしかすると神がいるのではないかとのたまった。すると水沼あがた主の猿大見が進み出て、ヤメ姫という女神が常に山の中にいますと答えた。ヤメという地名はこの神に由来するという。畜死遵守の時のことである。ある場所で食事をした際、柏で料理人が山、浮き、酒月を忘れてしまった。そこでこの山、浮きを忘れた場所を浮き葉と言い、 まって、まという、幾羽の村という。後に、幾羽派と改められた。明治二十九年に、浮羽派軍となり、二千五年以降は、市町村合併により、浮羽派市となっている。日本穂高をしのぶ、東国巡行の時のことである。和佐国から、淡水門を渡る時に、三サの声が聞こえたので、天皇はその姿を見ようと海の中に入った。そして、うむぎを得た。 岩かむつかりの、岩かむつかりというものがすかさず、そのうむぎをナマスにして、カバノの葉に乗せて献上した。天皇はこれを褒めて、禅王ともぶ、かしわでの王をともべ、つまり三毛を供する機関を与えた。岩かむつかりのは、今でも、料理の祖神として、高家神社、千葉県南房総市や高橋神社、栃木県小山市などで祀られている。 高橋四分一文にはさらに詳しい話が残る。たらし彦という称号は十二代平光、十三代政務、十四代中愛の三天皇が持ち、時代が下って七世紀前半に在位したことが、確実な三十四代除名、三十五代工玉、三十七代西明の両天皇も同じ称号を持つことか、たらし彦の称号は七世紀前半のものであるとして、十二、 13、14代の称号は、後世の造作と考える説があり、慶光天皇の実在性には疑問が出されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。